横打ち、こめかみを打たれる場合の裁きです。突き上げ、顎を突かれる時の防ぎです。両突っかけ、眉間、脇腹を打たれる時の守りです。はたかじめ、後ろから締められた際の防ぎです。打ちかけ、脳天を打たれる瞬間の守りです。蹴倒し、水落ちを蹴られる場合の身の防ぎです。押し伏せ、後ろから押し伏せられた時の裁きです。突っ込み、短刀で水落ちを突かれる際の身のこなしです。切りかけ、短刀で切り下げられる場合の逃げ方です。横突き、隣から脇腹を突かれる時の護身術です。打ちかけ、脳天を打ってくる相手に対しての身の守り方です。突き上げ、顎を突き上げられる時の裁きです。横打ち、横面を打たれる瞬間の防ぎ方です。両突っかけ構え、両手で打ってくる攻撃からの守り方です。水月当て、水落ちを狙われた時の裁きです。うと当て、眉間を突かれる時の守りです。蹴上げ、蹴られる際の防ぎ方です。横腹蹴り、かかとで横腹を蹴られる時の体さばきです。胸取り突っかけ、胸を取られて水落ちを突かれる瞬間のこなし方です。小手ひしぎ、すれ違いざまに打たれる時の防ぎ方です。後ろ上取り、後ろから抱え込まれた時のかわし方です。後ろ下取り、後ろから抱え上げられた時のさばきです。後ろ襟取り、後ろから後ろ襟を取られた時の処し方です。突っ込み、短刀を持っての突きのかわし方です。上突き刺し、脳天を突き刺さんとくる刹那の守り方です。下突き刺し、腹を突き刺さんとくる相手に対しての裁きです。杖突き、杖を持って突いてくる時のかわし方です。
上突っかけ、上を持って攻撃する相手の制し方です。抜きがけ、相手が刀を抜かんとする時の押さえ方です。切り下げ、刀で切り下げられた時のさばきです。